れ様。ちょっと見たいからクラクしよう。振り袖似合いすぎてたわ。マジ？嬉しい、ありがとう。白にしたんだ。うん、白色自分で選んだ。そう、クリーム色みたいな色ですね。白、なんか成人式じゃなくて成人報告祭っていうらしい、正式名称が。式典とかじゃなくて、なんかあのさ、なんかこういうやつをやるやつだったから。そうそうそう、そう、報告祭、なんか神様になんか成人しましたよっていうのをなんか報告というかをするみたいな、で神社に行くみたいな。そうそうそう、別のなんか祭典みたいな感じのやつらしい。正式名称がね、成人報告祭っていうらしい。そうらしい、初めて知った。そうだからね、なんか短かった、基本的に全部シュンシュンシュンって終わってたよ。こんばんは。そうそうそう、市長さんとかお偉い人からの話はなかった、なかったなかった。なっちゃんと仲良くない、なっちゃんと話した、今日嬉しかった。写真も撮ったよ、なっちゃんと。そう、なっちゃんの顔面好きなのも伝えた。顔が好きって伝えました。そうそうそう、こんばんは。何時くらいになったっけな、覚えてないや。お疲れ様です。こんばんは。スターフェスティバルだね。リソでね、よかった。あら、あれ眠たくないと思ったけど、ちょっと眠いかな。広島明日どうだろう、わかんないや。そうそうそう、
明日晴れるみたい。あ、そうなんや、よかった。明日天気がいいらしい。あ、そうなん、そう、明日も早いね。ちょっと朝からレッスンあります。フラワーのリハーサル。そう、明日も朝起きる、ちゃんと。そう、ステージ中は気温19度くらい。めっちゃ暑いやん。めちゃめちゃ暑い。今日振袖の写真みんなに送りつけた、地元の仲良しのゴンザレスちゃんとかにみんなって言ってもゴンザレスちゃんとビーコちゃんとだけなんだけど、そうそうそう、送りつけて。そういっぱい送った。そう、なんて言ってた、え、もうフーが一番可愛い甘いんですよフーに基本みんなフーに甘いから天才白を選ぶあたりセンスを感じるとか言ってめっちゃ褒めてくる。せやろー、せやろー、かわいいやろーって言ってどう言ってめっちゃ送りつけました。髪型とか言ってそう、今日の髪の毛めっちゃ送るんですよいつも。そう、あまあまです。それで、そう、めっちゃね、でもちょっと煽ってくるから、フーは顔と愛想がいいからなって言われましたそう、フーの特技はそれやでって失礼やなそうなんですよ。頑張りやーって言われました頑張ってきたのか。そうそうですよ。家族にも送ったよ、もちろん。唇乾燥してる。はあ、塗りたくります。ママは何か言っちゃう。ママかわいいなーしか言わへん。うーちゃんかわいいやん、よかったな成人式できて、かわいい、白いいやん、おもろい髪型やなみたいなしゅうちゃんはなんかめっちゃ今どきやんって言ってためっちゃ今どき、そう、かわいいって言ってきたよ。全身送ってって言ってきましたFF
成人ね、よかったです。無事に成人式出れなかったんで。一生の思い出、そうやな。楽しかったですよ。おねむじゃないよ、今は。そう、12時まで配信する今日は。お守りどんなのもらえるの見てないんですよね。お守りもらったのもらったんですけど、なんか見てなくて、そのままお話し会行ったからすぐ、そう、あんまチェックできてない。こんばんは。ふーちゃんの影響で今更ながらブラックサンダーにハマりすいいやん、ブラックサンダーめちゃくちゃ美味しいやつ。24時まで耐久レース、イエス。24時まで耐久レースやで。明日早いな、12時まで大丈夫。リハ終わってから寝るメイク時間めっちゃ長くて、で、ふう最後なんですよ、メイク。そうだから多分ね、時間余るんでその間寝ようと思う。うん、名前順じゃないけど何順なんやろ、知らん。他の人、他の周りは知らん。なんて言うんですか、自分の順番は知ってるけど前が誰とか知らへんから、前は名前順なんかどうか知らへん。自分が最後なだけ。そう、ただただメイクさんもいっぱいいるから、5人ぐらいいるかな、 4,5 人いるんですけど、その中で一人の中で最後なだけで。そうそうそう、そう、なんかめっちゃ濡れ髪みたいじゃないけど、そう、めちゃめちゃオッケーで、なんやそりゃ。流行ってるよな、でもなんかウェッティな感じ。エッセンシャルやんすよな、エッセンシャルやな。フラフェスは YouTube で見れるの？そう、見れるな。うん、見えますね。ぜひ見てください。5時から17時から。そう、せやでー。明日は YouTube 待機、イエス。17時頼む。
見るしかない。見てくれ、めっちゃ楽しみです。いいね、星座待機。じゃんじゃんじゃん。ふーちゃんの関西弁好きすぎる。ほんまに？画面の前で白いペンライト振っとこう。お、絶対振ってな。あ、キクアニさんありがとうございます。お城や。お城。なんとなく小声にしてみた気分。キクアニさんに届くように小声そう、せやで。君は君らしく生きていく自由があるんだ。はじめからさ。拙者は24時まで待機を持ちそうにない。無念。無理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 。ダメですよ、私が24時まで配信するんですから起きててよ強要、寝させないの強要そうですよ、寝ていいですよ。みんな眠たくなったら寝てくれ。途中でお風呂入ってもいい？あかんあかんいいよ入って。これでフーがさ、ふうがちょっと眠たくなってきたんで終わろうかなとか言ったらみんな怒るんやろなもうちょっとしたら終わろうかなとか言ってみんな怒るんやろなおいおいおいあかんとか言怒る怖い怖い。それはそれでおもろい。確かに。すごいなんかパン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 ってクラッカー鳴ってる。やっぱり大人は怖いなって思う。何があったん？どうしたん？何が君をそんな気持ちにさせたんや一体。どうしたんや？ね、いやコメントであったんですよ、今大人が怖いなって思うって。そう流れちゃった。
人というか人が怖い。それはそうやな、まあ、人間が一番怖いって言いますもんね。何よりも心があるから人間は。そうよ、人間は心があるから怖いんですよ。猫になりて、猫になったんだよな僕にゃ、腹とらわれてくれなぜらんねぜらんねぜらね表明ておくれよ。人の心ってむずいよな。人の心はね、むずいですよ。まあもう分かる一個ないですから、人の心。声すごい、ほんま？変幻自在やから。そう。成人とは思えない坊主来た。成人やでいい。成人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 。天神天神ですよな。そうそうそう。天神だからできたこと。じゃんじゃん。何の話しようかな。なんかあったかな最近。最近なんかあったかな、風の身に起きたこと。あったかな。クラッカーすごいね、ありがたい。おふちゃん最近エイペックスできてますか？エイペックスね、やってるよ、ぼちぼち。シーズン変わるでしょ？え、あれやばくないですか？次なんかあれだよね、大会みたいな、すごい楽しみなんだけど、見るの。CR カップもだし、なんか2人のやつあったじゃん。2人で出るやつがあるんだけど、大学ね。すごいね、後藤真希さんとか出るんですよ。APEX の大会のやつ。めっちゃ見るの楽しみ。大会おもろい。APE。大会ね、フーはね、フー見る線だから。そう、もこみちさんとか出るんですよ。ね、びっくりした、そう。そう、後藤真希さんも出るし。すごいよね、見る。 CR カップも見ると思う。いつだっけ、多分ね、5月ね、4か5だった気がする。その2人のもこみちさんとか後藤真希さんとかが出るやつ。そう、私 e スポーツ出るとかはないけど、見るのめっちゃ好きだよ。うん、面白いからね。そう、もうすぐ楽しみ、めっちゃすごいプレイが出そうですね。プロのやつ見るの面白い、面白い。ありえん立ち回りするもん。なんでそんなことができるの、もう人技じゃないと思ってしまう。すごいよな。母の日のプレゼントって何か買ってる。母の日のプレゼントにさ、しようと思ってるんだけど、まあ、するんですけど、それで
あのね、母の日お取り寄せのスイーツをしようと思う。お家に、実家の方に送りつけようと思う。それを、そう、5月9だよね。いやでもそれがさ、あのあれなんだよ、私さ全部さカード登録してんのがさあのさ携帯のカード登録してんのがママのカードだからさ、ママのお金で払うことにはなるんだけど、まあ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 、私から私が選んだっていうオプションがあるので喜んでいただいて、そうそうそうという感じで勝手に送ろうと思ってます。配信見てるかな、今見てない、寝てるかもしれない今も。そうピピピピそうオプション大事だよ、気持ちっていうオプションがついてる。しゅうちゃんから成人祝いって結局もらえた？まだもらえてないからもらうよ。私もタンプレね、まだ渡してないから渡す。そう、そう、オプション大事。何欲しい？ね、香水もらう約束してる今んとこ。バッグもありやなと思いつつ、香水かバッグか T シャツとかもあり、普通に。そう、私は何やろかな、ピアスもありだし、うん、私も香水あげるのもありだなとかも思うけど、プレステ5ね、確かにプレステ5もありやな。香水って香りに好き嫌いあるからあげづらくない？いや、なんか友達とかだとそうなのかもしれないけども、なんか姉妹だからさ、なんか一緒に行くのよ買いに。だプレゼントっていうよりかはなんか一緒に選んで、なんかじゃあこれにするみたいな言って払う、お金だけ払うみたいな感じかも。そう、友達とかだとね、やっぱ事前に準備してプレゼントっていう形になるかもしれないけど、そう、もう姉妹だからね、一緒に選びに行っちゃう方が早いなってなって、お互い好きなのの方が良くないってなるんですよそうそうそう、だからね大丈夫。そう、そう、仲良しだよお姉たん。うん、具体的にこれって聞いておくのもいいよな。わかる。でもさ、いざさ、なんかさ、タンブレとか何欲しいとか言われてもさ、私全然思い浮かばんのよな。なんか自分何欲しいって言われてもなんかみたいな気持ちになる。欲しいものみたいななんだろうみたいな。そう、難しいなって思う、プレゼントって。だからうんね、そうそうそう、最近はコスメ欲しい。おー、コスメね、確かに
すめもいいよな。じゃん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 。はたち、はたち、はたち、はたち。そういうあと1時間も配信してくれるとか嬉しいな。せやで。何話そう。鼻がかゆい。すごいアニメの話めっちゃ出てくる。春アニメね。何が好きだろうな私結局。もうこれにハマったみたいなのはないけど、ぶっちゃけ。でもヒゲヒロも好きだし、不滅のあなたへも好きだな普通に。モリアーティはね見てる、ゆるりと。モリアーティ漫画で読んでるからな。あーね、リベンジャーズ東京の自分的に当たりみたいなはちょっと少ないかも。春アニメビビーね、ビビーおもろい。ふーちゃんの全部が可愛いってなっちゃんが難しい。嬉しい。なっちゃんと仲良くなりたい、もっとって思った今日。キングダム、キングダムはね途中で読むのやめちゃった。両思い、両思いである。なんかさ、グロい漫画教えてよない、なんかなんかさ、メンタル削られる系のさ、ないかな。メンタル削られる系のやつはない、みんなのおすすめで。呪術廻戦を読んだな。精神的かな。あ、食糧人類私も読んだな。ダーク系漫画面白い。リインカーネーションの壁めっちゃおもろいよね。私誰かに勧めたもん。誰だっけな、あ、ミナミだ。ミナミにリインカーネーションの壁絶対ミナミ好きだと思うから読んでって言った。リインカーネーションの壁めっちゃおもろい。おもろかった。うん、そう、あれはおもろかったな。壁じゃなくてね、花弁、花の何、弁解するとかの弁で花弁っていうもの。わかるか。あ、ミスミソーか。ミスミソーな。ミスミソーもないけどな。花弁、そうそうそう、花のね。日暮らしか。日暮らし怖いよな、アニメ。彼岸島。すみそうの実写は見れない。今夜は月が綺麗ですが。あ、なんだっけ、今夜は月が綺麗ですが、
なんていうなんかあれだよね、好きな女の子をなんか殺人衝動みたいなやつでしょ。あったね、それもなんか読んだな。男子コミックあんまり、男子コミックって何、例えば。そう、星になるよね、多分。そうだよね。漫画ね、結構読む。ドラゴンボール掴もうぜ、ドラゴンボール、なんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃららーん、なんちゃらかんちゃらん、かんちゃらなんちゃらん、なんちゃらかんちゃらちんちゃらでんでらーん。全然知らないんだ、ごめんね。いけねえ投票はやばいけど、アイドルに勧めるのはいかがなものかってない。いけにえ投票えぐいよな。読んだ読んだ読んだ。そうね、漫画と映画なの、漫画かな。そう、大体、そう大体読んでたわ。そう、なんかそれぐらいのはね、なんかね、ついつい時間が経ってるようなものは面白いなって思うやっぱ。全部知ってるじゃんって。確かに。ミュージアム読んだカエルでしょ。あー、キモかったな、ミュージアム。あれもキモかった、うん。アプリでも読むよ。なんか最近読んだのあれだな、ヤンジャンのアプリで読んだ。あのあれ。なんだっけな、女子高生が、3人組が、担任の先生を、殺しちゃって山に埋めるやつで、そういう話。なんていうタイトルか忘れちゃった。ふーちゃんのイメージが揺らいでますって言われた。なになになに、広告のやつ。そう、そうかも、広告のやつかも。そうそうそう、推しの子読んでるよ。推しの子めっちゃおもろいよね。あの先生の作品ね、結構私読んだ気がする。そう、裏ふーちゃん、え、裏じゃないよ全然な、え、表だよこれが。ずっとこうだから、ふー、キュンキュンするの、キュンキュンするのも読むんだって。あれ、あれだよ、昨日だっけ、おすすめしたやつ、あの久保さんのやつだよとかね、あのそういうのは好きだよ。でもそう、これね、が思ってないよな、そう思ってないよ、これ、これが思ってないよ。タイトル言わないのは BL ぐらいだよね。そう、 BL のタイトルは言わない、恥ずかしいから。バナナフィッシュは知ってるよ。バナナフィッシュは名作だし、めちゃくちゃ重いじゃないか。バナナフィッシュ読んだらもうなんかもう苦しくて苦しくて。バナナフィッシュは BL なんだけど、本当にもうなんかもう、もう本当に苦しいの、もうなんかもういい、いい苦しさよ。でもいい苦しさなんだよ。そう、切ないというか、もうなんかなーってなる、もう涙みたいな、もう泣くって感じ。そう、 BL はね、いいぞ。男が読んでも面白い BL って。どうだろう、堀宮知ってるって。堀宮大好きだよ。尊いよね、あの二人は、うん、怖くないのって。 BL?
怖くないよ全然。美しいよね。バナナフィッシュは男でも面白いと思うけどって、うんうんうん、内容がね面白いよね。でもね、ユリは読まんのよな。ハニーレモンソーダめっちゃ好き。ハニーレモンソーダも読んだことあるよ。少女漫画も読みますよ結構、たまにだけど気分向いたら。ハニーレモンソーダはね読んだけどすごいよ。うん、BL は何がいいの？そうだな、なんか私はなんか自分が男の子が好きって思ってない男の子と、男の子が好きって自分で昔から自覚してる男の子の組み合わせが好きなのね、割と。わかる？で、その男の子が好きって思ってる男の子が、自分は普通だって、普通って言ってもあれだけど、なんかその女の子が好きって思ってる男の子がどんどんその男の子になんか感化されてというか、なんて言うんだろう、影響されて、あれ？みたいな、わかる？なんかあれ、俺もしかして気持ち焼いてるかもみたいな。そう、男、そのね、例えば男の子がなんか他の男の子とかと仲良くしたら、あれ、なんだこの気持ちはみたいな、なんなんだこの気持ちはってなってく瞬間がたまんないですよね。おっ、来ましたって思います。そう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 、それはね結構好き。うん、そうそう、最高。そうなの、気づく瞬間いいよね。うん、こういう話をしてる時が一番生き生きしてる。そんなことないよ、そんなことない、何でも生き生きするよ。ふ、何だって目がキラキラできちゃうからね。そう、そうだよ。できるよ。でもタイトルは言わない。好きなやつの、うん、そう、苦手なジャンルはあるん？苦手なジャンル漫画で？苦手なジャンルか。なんだろうな。なんか喋り方が独特なやつとか。なんだろう、ナルトとかはいいんだけど、なんだってばよ。いや、ナルトはいいんだけど、なんだろうな、なんか主人公が
すげえ中二病みたいななんかそういうさ、なんかガチで痛い感じのはちょっとね、私共感性羞恥激しいんですよ。だからなんかね、ちょっと読んでたら恥ずかしくなってきちゃうから、なんかそういうのはねあんま読めないかもそう、そう、なんかさ悟空とかさナルトとかさ、もうなんかこの世界じゃないじゃん、なんていうの、もはや。そう、いや俺ガイルはなんかなんていうんだろう、中二病なんだけどさ、分かってるじゃんそれを自覚して。なんか俺は引きこもりの筆記でみたいな、分かってるからいいんだけど、それをネタにできる感じとか、なんかそれはいいんだけど、なんかガチのやばいやつみたいなのはあんまりかな。そうまああんまないんだけどね、そういうの。そう、そう、ヤンキー漫画は何、ヤンキー漫画って何だろう、例えば卍、東京卍とか、何だろうヤンキー漫画。今日から俺は、今日から俺はは見てないクローズ漫画は読んでないな、映画もほとんど知らない。確かにそう思ったら、ま、ヤンキー漫画あんまりもんかも。東京マンジリベンジャーズぐらいかも。友情的なのはいいよね、友情的なのね、ものによるな。なんかすごい、そうだな、まあものによるな、友情的なのは。綺麗すぎるのはちょっとつまんないなと思っちゃう。思い通りに、思い通りっていうか、なんか想像できちゃうのはちょっとつまんないなって思っちゃう、うん、なんかこじれてほしいんだよ漫画はルーキーズはね、映画とかドラマでしか知らないかも。そう、そう、こじらせ、スポーツ漫画もそんなやばないな、とこまで。ドロドロしてるのが特に好き、うん、ドロドロしてるのが好き。そうだね、面白いからね。こんばんは。人の心がね、むき出しになってるようなものは結構ね好きなんだよな。こんばんは。そう、そんな感じかな、漫画は。恐ろしい子、紫のバラの人やん。
寒くないですか？寒いね、今日。今日ちょっと寒い。わかる、寒いよな。なんで明日も寒いかな。明日暖かいって言ってたの、そういえば。最近天気安定しないよね。それな、寒いよ。明日の髪型どうしようか決め、そう決めない。でもなんかその後にさ、エッセンシャルのなんかね、あれがあるんだよ。 CC ミルクと CC オイル派とかのやつのなんかね、それがあったのを思い出したから、ちょっとおとなしめの髪型にしなきゃいけないかもしんないね。直す時間があればあれだけど、まあ、わかんない。ちょっとそう、夜その配信があるんだ。ふーっていい意味で最初のイメージを裏返し、私のイメージ何ですか、皆さんにとって最初の最初のイメージ、てか顔だけ見たら、顔だけとか雰囲気見た時の私のイメージ、笑顔。同い年、最初見た時で分からんだろうが。サイコパス、リア充、天真爛漫、明るくて活発な子、儚いいい子、お餅、ほわほわ、小さい子、清純、ニコニコ、おとなしい、かわいい天使、笑顔、神経質、狐系美人、おとなしい清楚な女の子、小さい子、綺麗なもの好きそう、最初パリピ系かと思った、いかにもガーリーって感じ、優しそうな子、シンプルに可愛いと思いました。昔なら儚い笑顔が印象、今と変わってないけど元気っ子、最初はおとなしそうだけど無理して頑張ってる子って見えたよ、無理してた。今は？今は？優しいお姉さん、グロ好き、かわいい、裏表ない感じ、オタク、繊細な子、ファン、うまるちゃん、彼女、かわいい子、こじらせ女子、あか抜けた、今はココアの姉、ちょっと変、闇少女、スキピ、心惹かれる変な子、ビールを熱く語る人、面白い子、頭の回転が早い、めちゃくちゃ可愛い、愛してる子、いろいろ抱えてる子、辛いもの好きなオタク、夜行性、結構真面目、 BL 好きアイドル、ヤンデレ、話す楽しい、みんなすごい印象変わったな。いい意味で自由人、確かに。風呂嫌い。風呂嫌い、やば。お、熊くんが立ってる。秋吉さんかな。ありがとう。秋吉さん、ありがとうございます。今日は小声で行くんだった。秋吉さん、ありがとうございます。熊田は。ありがとうございます。ありがとう。ピエロ熊っていうの？すごい。ピエロクマタワー、ありがとう秋吉さん。ウィスパーボイス。サーカスギフト出た出た、謎のサーカスシリーズ。謎のサーカスシリーズな。グラ好きのメンバー？わかんない。なんでそんな肌白いの？毎日ビタミン C 塗ってるから肌に。
ミン C はね、体のね内側からも入れてるし、外側からも貼り付けてるよ、よく。大事だよね。そう、ふーちゃん小学校の頃も先生に似てる。本当？小学校の頃も先生か。レモンじゃん。そう、血管から、そう血管から入れてるよ、ビタミン C。 一番効くと思う、それが。あとね、飲むのもある、ビタミン C サプリ。小学校いいね。ふーちゃん、うちの高校の古典の先生にも似てる。誰や古典か。古典な、古典眠いよな。古典は眠いよな。iPhone の充電 10% になってしまいました。充電しんしゃい。古典得意科目？でも歴史が得意やった。うん、覚えるだけやからな。日本史とか国語は得意やった。理科とか科学系があんま好きじゃない。数学も好きじゃない。そう、もし先生になれるなら何の先生になりたい？校長先生。英語も分からへんかったな。ハロー。生物も分からん。ミジンコ？あ、なんか青緑みたいなのないんかったっけ。何やったっけ、緑虫か。そう、高校って転校したら授業大変だった？なんかぶっちゃけ通信やったんで、授業ほぼなかったんですよね。なかったというか、行ってないんですよね。そう、広島で通信やったんで、マジで一生課題とか、なんかプリントみたいなのずっとやってた。学校行ってもプリントとかやってた。そう、レポート、そうそう、レポート投稿は月1ぐらい。うん、投稿はなんか授業自体の投稿もなんか回数が決まってて、でなんかあのさ、修学旅行とかあるじゃないですか。でそれの単位が、修学旅行行かへんから、それの単位を取るのに体育とかを受けないといけなかったんですよ。体育とかホームルームとかで、体育ちゃうか、ん？ホームルームと、何やったっけな、なんかそういう時間、そういうちょっち系道徳みたいな時間で修学旅行の代わりになるんですよ。でも修学旅行やったら1回でがっつり単位取れるんですけど、ホームルームやったら単位数ちっちゃいから、何回も何回も行かないとダメで、そう、そうなんです。ややこしかったですよ、ちょっと。体育はなんか保険でも、保険を受けても体育の単位になるとこでした、多分。そう、保険体育やったから、なんか日にちによって時間は決まってるじゃないですか。
だから動く日は行かんかった体を動かす日は行ってなくて、保健の日だけ行ってたそれで体育の単位は取りました計画的反抗です、それは。そう、友達なんか一人だけできました。できた友達って言っていいか分からないですけど、なんか話しかけてくれて、体育財布ぼっちやったんですよ。マジで友達いなくて、行ってなかったから学校通信になって、で友達いなくて、でもそこで話しかけてくれて、なんか自分が何組かもよく分かってなかったんですよ。なんか大縄跳び出なあかんみたいになってそれめっちゃ嫌やねんけどと思いながらどうしようどうしようと思って、どこ行ったらいいやろって一人ですごい思ってたら、なんか声かけてくれて、そうこっちやでって教えてくれて、そうフーが何組かも分かってなかったから、そうこっちこっちって教えてくれて、そう写真も撮りました。そう優しい、めっちゃ優しい人もいるもんやと思って嬉しかった。いい子でしたね、めちゃくちゃいい方。でもなんか通信やから、なんか同い年じゃない人もいっぱいいるし、なんか広島じゃない人ももちろんいるし、いろんな人がいますね。うん、いろんな人がいた。高校はね、あんま覚えてないんですよ。だから学校の記憶はほとんどないです。高校のレポートに追われてた通信制って制服あるの？あ、ふんとかなかったです。私服でした。でもなんか式典みたいなやつだけ、そういう清掃みたいなやつしないとあかんかった。 STU ってバレてないの？分からへん。でもバレてたんかな。同級生の中にも芸能人いたかも。お、私の友達も芸能人、同級生で、あ、こういる。そう。マジマジ。カノンと違ったな。誰か気になる。そう、でもアイドルじゃないからね。うん。芸能学校じゃなくて普通に中学の仲良しちゃんですね。うん。私より全然すごい人だよ。みんなすごいや。卒業式とかあるの？そう、卒業式出ないと卒業できないって言われたんですよ。卒業式の単位でギリギリだったんですよそう、卒業式の単位もその修学旅行と同じで特別単位のやつやったから、そう、卒業式の単位が確か2単位分あって 2個足りてなかったんですよ、ずっと。そうで、その卒業式に出ないと卒業できないって言われて、何が何でも行かなあかんと思って、そう、それは絶対行きます。そう、全部単位なんですよ。だから卒業式も単位です。入学式じゃない、始業式も単位やし、そうそう、だから出ないと単位、ラッキーラッキーと思って、マジでギリギリでした。一個の単位のあんまりもなく卒業しましたそう、余らせずに。
そう、卒業した。そう、危なーと思ってそう、ジャストです。危なかったよ。ね、よかった、でも無事卒業できて。眠くなった？うん、ちょっとだけ眠い。でもまだ生きてるって感じ。全然生きてる。そう、生きてるぜ。生きて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 いたんだよな。うん、前髪空いてないけど、なんかオイルつけました、毛先に。シースルーみたいな、なんか生きてる発言やめて、怖いからって。え、なんでですか、なんで。怖い。雰囲気変わるような、確かに。最近どんな音楽聴いてる？最近なんだろう、いろいろ聴くよ、でも変わらず。そう、何でも聴くよ。オイルつけてんのいいの？マジ？嬉しい、嬉しいな。あっちにもラブで、こっちにもラブで、世界は眩しく美しい。あんななんたら、ぜぜぜぜぜ、恋をする。気づかぬうちに、もう張り合って、たかつる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 、ダンダララン、ダララララララ、春と日もあやふやです、ぽやぽやです。何の話してほしいですか？じゃあ何の話しよっかな。何がいいかな。眠そう？うん、眠くないけどな。眠くないけど脳は回ってない感じするな。ぽやぽや。キノコの山かタケノコの里か、おー、戦うか。僕はですね、圧倒的タケノコの里派です。気になる2期生なっちゃん、なんで。そうですね、じゃあなんでかと聞かれますと、なんかクッキー部分が美味しいから、タケノコの。そう、チョコが多くないですか？生地がうまい。
そやねん。うまい。年取るとキノコ派になるよ。なんでなん。なんでなん。なんで。しつこくない。しつこくない。おいしい。キノコもいいんですけど、なんかタケノコの方が食べてるなって感じがします。ポッキーは最強。ふーちゃん最近お酒飲んだ？私最近全く飲んでないです。マジで飲まへんお酒。みたいなって気持ちなんもない。なんか今おかしくなったよ。買っちゃってなった。大丈夫？止まったですよね。戻った？あれ大丈夫？あ、戻ってる。よかったよかった。なんか今のとこもカチャってなった。びっくりした。あくびでそうやった今ちょっと。あぶねあぶね。おすすめのプロテインバーの味、ライザップの好き。でもそう、ライザップのやつは美味しいです。結構ポッキーは太いのと細いのどちらが好き？でも太い方が好きかも。あの冬の口どけみたいなやつ好き。カントリーマームしか勝たん。カントリーマームは好き。めちゃくちゃ合うもん。ホームパイとかも好き。おすすめおぬぬめアイス。おぬぬめアイスですか？最近全く食べてないんですけど、アイス全然。なんだろうな、しましまマーマーは好きです。そう、メルティーキス、ガッキーが可愛いすぎるやつですね。ピノ、ピノも好き。そうね。ピノはなんかな、美味しいよな。雪見大福おふーちゃんみたいで可愛い。ほっぺただけやろがい。雪見大福はな好きやけどな、履かない、すぐなくなる。雪見大福1個ちょうだいっていう人とは仲良くできないっすね。はい、友達になれないです。雪見大福とピノ1個ちょうだい。ピノはまあ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 許せるけど、雪見大福1個ちょうだいっていう人とは友達になりたくないな。そう、起きちゃん、そう。あいつはな、あいつは分かってて言ってくるから良くないんですよ。しかも私がそれをね、嫌なのを分かってて言ってくるんですよ。ふうさん雪見大福くださいってニヤニヤしながら言ってくるんで、あいつはね悪ですね。やつは悪だぞ。そう、パピコと雪見大福の交換はなし。パピコあんまやねんな正直。そう、千穂ちゃんにさ、よくさ、なんかパピコアイスどうする、食べようってなって、パピコに1000円って言われて、ふ、いや。しょっちゅう毎回言ってた。そう、パピコ
千穂ちゃんパピコ好きなんですよで、ふーちゃん半分こしようって、いらんちゃうの食べたいって言ってそう言って、そう言ってた。そう、それでどっちが年上なんだかほんまに。そう、お互いでも言い合います、そういうの。フーはポッキーが、ポッキー太いのが好きなんですけど、しょうちゃん細いの好きで、2個パックで入ってるから半分こずつにしようって言って、しょうちゃん、フーが太いのを勝手に買おうとしたら、しょうちゃんいやって言われます。細いのじゃないといや、そうバレたかと思って、勝手に太いの買おうとしてたから、フーがクソバレたかと思って。そう、しょうちゃん細いのタイプ、そう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 、 そんなんです、いつも。ポッキーチョコだけ最初食べる、え、どういうこと、舐めるってこと、ポッキー、え、ここの短いとこだけ残すんですか、え、すごい変わってますね。うん、どうしてアイスのポッキーはないの、え、美味しそうやな、確かに。アイスのポッキーめっちゃ大きくして、ポッキーをプリッツにする人おるなマジで、見たことないかも、ポッキープリッツにする人。ポッキープリッツにするの結構技術的に大変そうですね。舌が疲れそう。そう、折れるか折れないかの境界線を楽しんでるんですかね。舐めてたら柔らかくなるじゃないですか、絶対クッキー部分。その折れるか折れないかの境界線そう、匠の技やな、なんということでしょう。チャララチャラララチャララ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 、チャ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 ララ、キノコの山を舐めます。もうやばい、キノコの山舐める人はやばい。だって残されたクッキー部分だけで食べれたことやろ、おるか、確かにそういう人。キノコの山な、アルフォートもチョコだけ最初に食べる、え、それは結構変態じゃない、アルフォート。あ、そうなんや、そうなんや、あれ一緒に食べるためにくっついてるんかと思ってた。タケノコの里も舐めます、それはもうちょっとやばすぎ。タケノコの里舐めんの、タケノコの里のことアメちゃんやと思ってますか、もしかしてもしかしてタケノコの里アメちゃん、アメちゃんやと思ってたりするんかな、もしかしたら。間違えてたんか、間違えて認識違いあるかもしらんな変態やん。そっか、俺基本全部チョコとビスケット分けて食べるでもおるよな、たまになんかさ、そこにめっちゃこだわり持ってる人。そうか、
いいね、みんな人それぞれでいいね。そっか、動いた？また変なったよな。充電ね、充電器さしてるから充電あんねんけど、なんでやろ、調子悪いんかな。アルフォートはなんかあっちの色の方が好き。なんか薄い水色の色のやつが好き。濃いさ、濃い青じゃなくて薄い水色の方のミルクの方かな、好き。フーが一番好きなカップラーメンは何ですか？カップラーメン？フーだ、どん兵衛が好きやねんな。あのな、きつねうどんが一番好きやねんけど。あ、ラーメンちゃうわ、ラーメンか。ちょっと待って、中本も好きやし、ラーメンちゃうかった。ラーメンな、なんやろな、ラーメン、ラオウ好きやで。でも有名なやつやったら、どん兵衛はめちゃめちゃ好き。そう、わかめ、わかめラーメン、ふうめっちゃ好き。わかめラーメンに大量のカットわかめ入れて食べて、なんかわかめの海みたいにして食べるのめっちゃハマってた一時期。なんかカットわかめってめっちゃ異次元に膨らむじゃないですか。私あれでびっくりしたんですよ。なんか3つかみぐらい入れたんですよ、一回初めて食べた時。カットわかめをこんな膨らむと思わへんくって、マジですごかった。わかめがわかめやった、もうすごかった。なんかもう、うん、もうみたいになってた海のもうみたいな。そう、すごかった。でもわかめのラーメン好き。ごま油美味しい、うん、わかめ好きよ。カップヌードル縛りだと、カップヌードルかやったらシーフード以外やねんな。ふ、シーフードあんま好きちゃうねんな。カレーと普通のやつは好き。あとなんかあれも好きです。なんかさ、何やったっけ、なんか海外っぽいやつ、なんか何やったっけ、なんか忘れちゃった。そう、あ、トマト、チリトマトかも、チリトマトかもしれへん。めっちゃ好き、それは。うん、ペヤングはなんかあのネタ系のペヤングしか食べたことない。普通のペヤング全然食べたことない。私関西って UFO 多いんですよね。私大阪住んでた時に UFO ばっかりで、ペヤングあんま見かけたことなくて。そう、だから UFO 派だったんですよね、ずっと。そう、 UFO、 そう UFO。 一平ちゃんもな、食べたことない。そう、塩焼きそば好きですよ。うん、うん、食べたことない。ラーメンうまいよな。そうやな、好きですね。